オレーサはアメリカ合衆国カンザス州の北東部ジョンソン郡の都市であり、同郡の郡長所在地である。2010年国勢調査で、の人口は125,872人で、州内5番目に人口の多い都市であり、カンザスシティの衛星都市とみなされ、同都市圏では4番目の大きさである。北はレネックサ、東はオーバーランドパーク、 南西はガードナーに囲まれている。2008年のアメリカ合衆国国勢調査局調査では国内でも24番目に成長速度の早い都市となっている。2008年 CNN マネーとマネーマガジンが選ぶアメリカ合衆国で住みたい都市100の中の11位にランク付けられている。オレーサは1857年春にジョン・ティー・バートン博士によって設立された。 バートンは、ジョンソン郡の中央に、馬で乗り入れ、町の場所として、クォーターセクション二つの土地の権利を主張した。バートンは後にこの時のことを友人たちに次のように、語った。プレーリーはバーベナなど、野生の草花で覆われていた。この土地が美しいので、町の名をビューティフルと付けるべきだと思い続けた。バートンは、小人族の通訳に、美しいを彼らの言葉では、 何というか尋ねた。その通訳がオレーサと答えた。オレーサはジョンソン軍で最初に設立された都市ではなかったが、すぐに最大の都市になり、1859年10月に軍庁所在地に指名された。町ができた頃は、隣のミズーリ州から入ってきた奴隷制擁護派の民衆が、地元の奴隷制度派支持者と衝突することが多かったので、暴力にあふれていた。 これらの構想は、州全体に関わり、血を流すカンザスと呼ばれた。1850年代が終わり、1861年にカンザスが自由州としてアメリカ合衆国への加盟を認められると、暴力沙汰は少なくなっていった。しかし、1862年9月7日に、ウィリアム・クアントリルが率いたミズーリ州からの南軍ゲリラ部隊が住民に奇襲をかけ、 6人を殺害し、多くの企業や個人宅から物を奪い、市内大半を破壊した。クアントリルは、オレーサの市民が、奴隷制度廃止支持者と分かっていたのでここを襲撃した。オレーサは、オレゴントレール、カリフォルニアトレール及びサンタフェトレールでの宿場となった。旅人たちに食事を提供することが、地元の商店や企業の主要収入源となった。 西へ向かう荷車に補給物資を売ったマファフィーハウスはお礼差しが維持する歴史史跡に登録されている。そこの従業員は当時の衣装を着ており馬車や農場の家畜が子供たちに人気を呼んでいる。観光客は南北戦争の再演、西部開拓時代などの出し物に参加できる。大陸横断鉄道が建設された後、西への道は重要ではなくなり、 オレーサも世間から忘れられて小さな眠るような草原の街の状態が続いた。1950年代、週刊高速道路体系の建設が進み、同35号線がオレーサを近くのカンザスシティと直接結んだ。その結果、オレーサはカンザスシティ都市圏の一部になって住宅地として急成長した。 1980年代、商業分野でも急成長して、さらに住人を呼び込んだ。2001年に人口が10万人を超えたと推計されており、現在の予測では、市街地が南、西及び北の農業用地に広がるにつれ、さらに人口の拡大が続くとされている。オレ者は、北緯38度52分51秒、整形94度48分11秒。 三十38.88083度成形94.80306度、38.88083-94.80306に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は54.5平方マイル、このうち陸地は54.2平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は0.55%である。 水面積172エーカーのオレーサ湖と同45エーカーのシーダー湖という2つの公共湖がある。オレーサの気温は1月平均の下肢20度から7月平均の下肢90度まで変化する。下肢90度以上になるのは年間平均36日あり、下肢100度以上になる日も3日ある。下肢32度以下になる日は年平均102日ある。 通常は10月半ばから11月第1週の間に初めて氷点下になり3月末から4月第3週の間に最後の氷点下を記録する年平均降水量は40インチ以上であり5月に最も多く4月から6月の間に平均して30日の計測可能な降水がある通常都市では総量28.5インチから53インチの 構成があるが、中央値は11インチである。計測可能な降雪は年間10日あり、そのうち7日は少なくとも1インチの降雪になる。積雪量1インチ以上の日は年間25日ある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョンソン郡庁舎、オレーサの商業パークや工業パークには、ハネワル、アルディ、 ガーミン及びファーマーアッツインシュアランスグループなど多くの企業が入っている。アメリカ合衆国運輸省がオレーサにある航空路管制センターを管理維持している。ジョンソン軍がオレーサにあるジョンソン軍エグゼキュティブ空港を維持しており、この空港は面積500エーカー、長さ4100フィートの滑走路と並行する誘導路、連邦の契約する航空管制塔がある。 州内でも2番目に使われている空港である。オレーサにはミッドアメリカンナザレン大学とカンザス州立資格障害者学校がある。市内の公共教育はオレーサ教育学区とブルーバレー統合教育学区が管轄している。2006年時点でオレーサ教育学区には25,543人の生徒がいた。小学校33校、中学校8校、 高校2校がある。ジョンソン軍交通局が、オレーサを含むジョンソン軍内のバス便を運行している。オレーサはズ・インコーポレーテッド,ド・イン1857、アンダー、エイチャーター・フロム・ザ・ボーガス・レジスレイチャー。サム・ザ・ウツ・イグ・ジステッド・アズ・ツ・ーザ・リギアリティ・オブ・ザ・インコーパーション・アンド・イット・ワズ・リ、インコーポレーテッド,ド・イン1868アズ、エイシティ・オブ・ザ・サード・クラス、ブラック・マール、フランクダブリュー・ W、 エド、オーレイサ。カンザス、A、サイクロープディアオブステートヒストリー、エンブレーシングイベント、インスティキューションズ、インダストリーズ、カウンテス、シティーズ、タウンズ、プロミネントパーソンズ、エトセトラ、ボリューム2、スタンダードパブ、CO、PP386387、AB ・ステートカウンティ・クイック・ファークツ、オーレイサ、カンザス、 2011年12月24日、閲覧、ビッグストアバングロースイスインサウスウエスト、ニューヨークタイムズ、ハットベストプレイセーズツーライブ2008オーレイサ、KS、ハット AB、オーレイサヒストリー、ハット US やザティアファイルズ、2010、2000、&1990、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://www.census.gov コロンススララッッシシュュスラッシュジオスラッシュ www スラッシュ gaze t t e r スラッシュ gazet.html 2011年4月23日閲覧 ?2003 オーサフォートエアリアルハットナショナルクライマティックデータセンター2010年5月2日閲覧 ディーズフィギュアスハドリセンツ72,634ドル、アンド82,747ドルリスペクティブリー、アズオブエイ2007エスティメート2007エスティメート、ハットゲットアップキッズ病公式サイトその他情報。ありがとうございます。